はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4最後の DLC である、今作最後の DLC ぬかワールドやっていきます。前回はなんだっけな、ボルトテックワークショップだ。ボルトテックワークショップを少しだけやって、で今回も最後の DLC をね、息子なんてもう知らないで、しばらくの間コンパニオンとしてニックを使ってたので、今回から好感度上げてパークが欲しいので、おい、パイパー連れてきます。で、いつものごとくまたラジオ受信から始まる感じのクエストなんで、じゃあ早速聞いていこう。このヌカコーラファミリーラジオっていうのを傍受したんで。お、みんな、ヌカワールドは10月にあと数週間しか営業しないよ。冬の間お休みになる前に僕とキャッピーに会いに来てね。それとヌカコーラの空き瓶を持ってくると門のところで15ドル引きになるよ。さあ、ヌカエクスプレスに乗ってヌカファミリーに会いに来てね。ヌカエクスプレスはヌカワールドの交通センターから乗車可能。駐車代が別途必要です。シーズン末は価格が変更になることがあります。ヌカワールド、ヌカエクスプレス、ヌカコーラのマスコットはヌカコーラ社の登録商標です。ヌカエクスプレス、ヌカワールド交通センターへ移動する。この今の曲はトレーラーにもあったテーマだし、なんだろう、あのテーマパークみたいなところだったっけな。昔のヌカコーラファミリーラジオを聞いてみた。ヌカワールドという場所のテーマ曲と広告を繰り返していた。その放送によると、ヌカワールド交通センターからそこへ向かう交通手段があるらしい。場所は、あ、これか。またマップ外に行く感じだね、これ。なんか道あるし。よし、じゃあ近くのとこまで行こうか。じゃあ全く開拓していない、こっから行こう。はい、来たよ。天気が悪い。なんかぬかコーラの瓶で割引がどうたらこうたらって言ってたっけ。ぬかコーラなら持ってたはず。これを、これでなんか割引聞くか。方角的にはまっすぐ。武器は今回はまああんまり変わっていないけど、あんまり手持ち重量増やしたくないんで最小限にとどめて、でファハバで得たレジェンダリー武器、過激な会話って書いてあるけど、これ多分500です。まあ弾結構多くて強いんでこれ使ってこう。ん、ベテランレイダー、あ強い、レート高いね。待て、ほらレートが非常に高い。まあこれまで DLC といえば第1弾オートマトロンから始まって、でワークショップ DLC も挟んだりして、ファーハーバーと来て、ボルトテックワークショップと来て、で最後のこのヌカワールド、規模は大体ファーハーバーと同じぐらいだと聞いたんで、まあ、多分また数十パートぐらいかかるかな。さあ、あと80メーターほどで天気が、ん？あ、ヌカワールドって書いてある。これいつも思うんだけど、これ DLC 入れる前からこういう場所って存在してるのかな。お、あ、これヌカコーラの瓶まである。安全が確認できるまで誰も信号を調べないこと。待て、え、待って、なんでガンナーがいるの、指揮官？おい、なんでだよ。え、これトランジットセンター、え、これエクスプレス乗り場なんだよね。なんで、ちょっと待って、ほら、ね、何か、バレてない。
あ、待って待って、早い早い早い。あれ、バレてない。デリバラバレたか。本来テーマパークだけど、もうすでにレイダーに占拠されてるっていうお決まりのあれか。なんか司令官っていう人がいた気がするんだけど、いかんな。上、過激な会話。もう死んでもらう。あった、指揮官だ。ケイラー指揮官。あっと、ステルスボーイ使ってるのか。ステルスボーイ使われるとバッツにも引っかかんないんだよな。どこだ、パイパー見えてる。オッケー。ケイラへの命令。なんか持ってたぞ。ん、上にいる。ちょっと今の読んじゃおう。あったあった。ちょっとアイテムが多すぎて探すのが一苦労。サイプレス大佐、誰？ヌカワールド、この先行けばいいのか。なんかクエスト情報は今どうなってる。なんともなっていないけど、まだ敵がいるっぽいんだが。おっと、これポスターだ、ヌカワールドで。これマスコットキャラクターだね。なんかどことなくちょっとディズニー感があるけど。待って、見えてる見えてる。ほら、硬いな頭。オッケー。ヌカビクトリーコーラ。これ中入れるのか。これエレベーターある。この中見てくか。レベル3ガンナー。まあただの交通センターだね。さあ、じゃあ、お、金庫。やった、もらっちゃって。パイパー喜ぶのか。こっちだね、交通センター。あ、くそ、ハーベイ。みんな死んでしまう。大丈夫？何があった？レイダーだ。あいつらが家族を。あんた、助けてくれ。頼む。何が起こった？何が起きたのか話してくれ。騙された、すっかり。しばらく前、家族と一緒にトレーダーに会って、ヌカワールドに安全な居住地があると言われた。でも行ってみたら、奴らは実はレイダーだと分かった。ずっと騙されてたんだ。俺はなんとか逃げたけど、妻と息子はまだあそこにいる。助けを呼んで戻ろうと思ってたのに撃たれてしまった。実際はテーマパークなんかじゃないのか。人を信用するからだって、ちょっときつめのことってか、まあゲスらしいことも言えるけど。スティームパックまず渡そう。まずはあんたを。スティームパックがある。いやいや大丈夫だ、妻のリサ、子供のコーディのために取っておいてくれ。いや結構大量に持ってるんだけどね。粘る粘る粘る。数は十分にある。
受け取ってくれ。くそ、バレたか。え？怪我はしてないよ。これでいいか？え？これ以上は無理だ。ヌカワールドのレイダーにやらされただけ。連中は遊びのために人をおびき寄せて殺す。でもこれ以上加担したくない。自分なんかもう何をされてもいい。殺してやるとかある？そっか。え、なんでレイダーに加担した？どうして手伝ってるんだ？死にたくないのもあるが、連中の支配下にあるのは自分だけじゃない。もしやらないと他の人の命も危険にさらすことになる。自分の大切な人の命と他人の命とを比べたら。協力する。手伝わせてくれ。連中の相手をする。死ぬ必要はない。それ本気か？ただ気をつけて。簡単にはいかない。ほらこれを。お、モノレールの管理ターミナルのパスワードだ。ヌカワールドへ行く最速の方法はヌカエクスプレスだが、話を信じてもらうために停止させた。レイダーを引き止めておいたという時に信憑性が出ると思って。事務所にある管理ターミナルを見つけて電力を戻せ。それと向こうに行く時は気をつけて。騙されてヌカワールドに行った上に家族襲われて、そしてこっちに戻ってレイダーに踊らされるっていう。結構辛いことさせられてたなこの人。なんか陽気な音楽流れてるけど、まず電力を。モノレールの運行予定、15分ごとに出てる。補助電源入れて、鉄道電源も入れ。今すぐチケットを予約して、間もなくサファリアドベンチャーに新設されるアングリーアナコンダコースターに最初に乗ろう。びっくりした。アナウンサーの声でかくない？これで、おお、開いた。じゃあちょっくら行ってくれて。まああなたは来なくていいのか。怪我した芝居までレイダーにさせられてたけど。よし、じゃあヌカワールドへ移動。ドアから離れてお待ちください。スペイン語？ヌカエクスプレスモノレールをご利用いただきありがとうございます。ヌカコーラスを代表して歓迎いたします。おお、すごい。安全のため走行中は席を離れないか設置してあるハンドレールをご利用ください。お、あれか。モノレールの右側をご覧になるとヌカワールドの有名なフィズトップマウンテンが見えます。高さ100メートルのフィズトップマウンテンはヌカワールドにある最大の人工建造物で、5つ星のフィズトップグリルがあります。ここが夢の国か。こちらはヌカワールドの中心、ヌカタウン USA、 あ、コーラカーアリーナ、フラットバートイン。ちょっと待って。おや、え、真実を知ってもまだ現れるとは。ハーベイはうまく役割を果たしたらしい。1分しかないからよく話を聞くことだ。俺はゲイジ、ポーターゲイジ。あのハーベイは真実を全て話してない。あんたはまだ死の罠に向かってる。嘘。ただし最後まで生き残れるなら面白い話を用意してる。それまでは楽しんでいいショーを披露してくれ。見てるからな。本当に夢の国がここ。悪夢の国じゃないの。ヌカステーション。ヌカエクスプレスを降りる際はお子様と身の回りのものを忘れないようにご注意ください。ボロボロっていうか生首あるんだけど。待て。大丈夫かな、こんなとこ来ちゃって。 Taken for a ride。 ガントレットで生き延びる。生首が出迎えてくれた駅で、なんかある？ここだけでなんか特別なアイテムとかあるのかな。
お？お前は死んでいる。お前はもう死んでいる。楽しんで死ね。なんだこれ。誰がこんなことを。ここに来た時点でもう死人なんですか。いやーちょっと口に、うーわ、これ本物だよな。ガントレット、タレットがある。向こう側に鎖が。あ、首ないし、うわ、びっくりした。てか敵たくさんいる。ちょっと待って、まずタレット破壊しよう。あ、敵じゃなくてこれみんなタレットか。あれもタレットだ。タレットありすぎじゃない。あったあった、めっちゃガチャガチャいってる。硬い硬い硬い。わ、ターレット7だ。オッケー。なんだよ、どこのクレイジーマンだよ。おっと、おっとっと、でででで、タレットばっかり。ん？ぬかコーラ販売機？やっぱりぬかワールドなんだからぬかコーラはあってもいい。あ、ぬかチェリーだ。元は本当にここテーマパークだったんだよね。こんなクレイジーなとこじゃないよね。いやー、もう生首しかない。うわ、え、お、トラップだこれ。でなかなかこれテーマパークまで行けないよこれ。トラップ、トラップをちょっと気をつけないと。マスター、待って、今開けれるぞこれ。ここだ。オッケー。やった。お？お？あ、違う、冷却剤だ。ぬかコーラクワントムじゃない。あ、なにこれ。ちょっとトラップスルーできたって感じ。なんだね。こんなもん引っかかるわ。オッケー、トラップスルー。いやー、ちょっとこんなテーマパークは嫌だ。かからん？会場なのか。うん、まあからだよなそりゃ。これ大丈夫か。これ大丈夫だな。これトラップじゃない、ポテト。パイパー気をつけてね、勝手に引っかかんないでね。これトラップだ全部。ん？死んでる？ん？オフィリアが送らなかった手紙？オフィリア？この人が送らなかった手紙？何者？これだ。お母さんとお父さんへ。これ遺言書じゃないのこれ。マップを見てなかった。ここがぬかステーション。で、これがぬかは、ああ、結構広い。この辺がテーマパークだな、きっと。
あれでこんなとこにパワーアーマーの幕。金庫。素晴らしい。オッケー。お、ちょ、なんだよ。びっくりした。トラップかよ。あ、ここにもある。あれ。なんて？待ってこれ触れる。よし。なんかオイルが漏れてる跡がそこら中に。お？ってかさ、この生首に葉巻くわえてるこの趣味は一体何なの？こういう時はね、真ん中選ぶよ、真ん中。ん？なんだよ、猿かよ。あら、拾いないや。ちょ、何勝手に開けてんの？ダメだよ、開けちゃ。こっちはここは何もないんだね。じゃあこっちか。あるじゃん、通り道。首落ちてるし。あ、瓶やった。で、放射の物質が。待って、ドーピングしよう。あーでも強い。待って、こういうところに限ってなんかレアなものがあったりするはずなんだ。ないのか。なんかあったりすると思うんだけど。こう、ぬかコーラ。あー、なんもないかね。鍵出よう。あ、これで開いたのか。ラッキー。まだあるの。待って、ラットアウェイ。早くテーマパークの方に行きたいんだけど。お、トンネル、入り口トンネル。お、タレットコントロールターミナル。やった。オッケー。そうだ、今回ニックいないからこの辺がめんどくさいんだ。今タレット起動してないのね。オフラインなら起動させなくていいね。え、クッキングステーション。スルーで。お、なるほど、これを起動できたというわけか。待って、起動してるじゃねえか。パイパー、いてて、ちょっと待って。ちょっと待って。なんだよ、待って、オフにできるのか。停止。OK。なんだよ、猿の、タンバリンで。もう全部破壊して。よし、アイテムは回収しちゃって。結構このすぐついてテーマパークが目の前にあることを想像してたんだけど、待ち受けてるのは生首やっていうね。こっち、エキスパート。
いいね。オッケー。うわ。まだあるのか。できればテーマパーク入り口まで行って終わりたかったけど、長くなりそうなので、じゃあ今回ここまでにしよう。ヌカワールドまでをまだ目指す通路で、じゃあ次回ヌカワールドのテーマパーク目指して続きやっていこう。それじゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。